親友に彼氏に寝取られました。こんにちは、あるいはこんばんは、生態ユアンドです。もうね、僕ね、これの1個前に撮った動画の編集のこと考えたらちょっと鬱です。誰だ？お前、いや、全員。全員。まあ、しょうがない。この今映ってない画角のレッド含めて、俺とレッドだけがまともだった。ということで、今回もまた、マシュマロですね。来てますね。はい。いただいたマシュマロに答えていきたいと思います。質問を読んでください。はい。親友に彼氏に寝取られました。読んでいいですか？いい質問送ってくるな。すごいな。もう一回ちょっとさ、ちょっともう一旦これ入ってこないくなっちゃったので、もう一回ちょっとお願いします。読みます。はい。親友に彼氏寝取られました。親友には付き合ってることを知らせてなかったし、お互いに恋バナはあまりしなかったので情報のすれ違いがありました。ですから親友が知らずにしてしまったのも仕方がないんです。圧倒的加害者の彼氏にも思いつく限りの報復と制裁を加えましたけれど、親友は未だに私の彼氏と夜を共にした事実を知りません。彼氏はとっくに逃げ出したので近くにはいません。なぜか私だけモヤモヤした思いを持ち続けなければならず、すごく不可解です。はいはいはい。こういう時どうしたらいいですか？ご教授ください。20代女性。待って、親友を知らないのか。そう。付き合ってるってこと。そう。報復したけど、まだ彼氏なの？いや、報復して、親友はいまだに私の彼と夜を共にした。あ、だから自分の彼氏、友達、親友の彼氏とやっちゃったって。で彼氏は俺らが一番今モヤモヤしてない、とっくに逃げ出したので近くにはいません。別れてはいるんじゃないですか。別れたというか、なんか詰めたんでしょ、きっと。浮気をね。そうなんか深読みしすぎてさ、もうこの彼氏遠くにいるってことはさ、東京湾に沈んでるとかそういうことじゃない。そういうことですか？得意のやつですか、それ？得意ってなんだ。報復ってそんな使わないでしょ、だって日常生活でさ。報復の制裁ですからね。あー、沈んでるな、これ。ちょっとあれ、そうですね。今、エビとカニが食ってんな、多分。いい係になりますね、東京湾が。これ何？それどうしようってこと？そう。もやもやしてんの？もやもやしてる。もやもやじゃない。ブラン、バカだ。直接郷に連絡してあげてください、そしたら。これ、じゃないな、そういう経験は。
いや、まあ、ち、うん、何も言えないや。なんか言おうとしたけど。あるよ、言おうとして。いや、あの、自分が、はしたことないですよ、もちろん。うん。けど、なんかまあ、相手が、彼氏がいたりとかっていうのは、あったりしますよね。うん。そういうのがね。まあもう、それはもう。まあ、それも僕は関係ないと思ってるんで。うん。しょうがないですよね。まあ、出会い頭の事故みたいな感じですよね。何がや。あーってやつです。何なの？何でもないです。今の俺巻き戻しよく見るから。まあ、あれですよ。まず第一に、あの、はっきり言っとかなければいけないことは、この質問主のあなたはですね、男を見る目がなかったってことですね。ね？うん、そうですね。で、もう一個やっぱ僕が暮らして不可解な点は、なぜ親友に彼氏がいることを隠すのか。あー、言ってくれよね。そうですね。だって20代だとでも、あれじゃ、友達の友達ってちょっとさ、なんか微妙とかってするじゃん。だって彼氏ができたら100個いじゃないの。これちょいちょいってなんなの。俺は言っちゃいますけど、ね、もうはしゃぐよね、それね。じゃあもっとはしゃぐ、20代なんだから。でもやっぱ肝座りすぎてやっぱ時は沈めちゃうレベルだったりするから、肝座りますね。思いつく限りの報復と制裁ですからね。人間が思いつくことっつったら大抵実行されちゃいますから、もう多分東京湾ですよ、あれでしょ。国ニュースとかで見るぐらいですよね。3個のぐらいに強いかもしれないね。国単位で出てくる発言ですよ。そうですね。じゃあまあ次からもうちょっと男を見る目養ってみたいな。もしね、あれだったらね、ユアンドにレッドっていうのが余ってますね。あ、はい、いい男いるよ。はいはいはい、もうそれでよかったから。レッド浮気とかするの？いや、しないです。したことは？しないです。大人気だな。大人気。ちょっとスケベな顔してますけど。ちょっとだけ。ちょっとだけです。それでよかった。ちょっとだけですよ。はい。もう究極的に分かりやすいガチムチムチムチプリンです。よろしく。よろしく。ということで、納得していただくのはいかがでしょう。納得できるかな。次にはちゃんと見る目養っていい人ですね。そうそう、まあ、そこがでも一番ですね。そうそう、あとまあ無駄に隠さないってことでしょ。周りにね、しっかりね、できたよっていうのはね。じゃあ、いや、言いましょう、次から。言いましょう。あの、学ばなきゃダメですから。うん、こう、過去は嫌な過去をしてる。学んで次に生かすと。それが成長ですよ。ね。頑張ろうよ。頑張ろう。頑張ってよろしく。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 いいですか。何も解決してないな。俺もでも彼氏が東京浮かんでんじゃねえか、それか群馬の山の中に埋まってんじゃねえかと、それ心配しょうがないわ。そうですね、まあそれはしょうがないですね。忘れよう。それはしょうがないです。今日の質問のことは忘れよう。ということでした。ご視聴ありがとうございました。